日本製鉄名古屋製鉄所は、愛知県東海市東海町5の3にある、日本製鉄の製鉄所である。製鉄所、円形3月名古屋港に面する愛知県東海市、東海町5の3に所在する。敷地面積は、約623万平方メートル、従業員数は3076人。航路は2基あり、年間、中部地方唯一の筑港一貫製鉄所であり、 トヨタ自動車など工業の街、中部を支えている。2003年9月3日の爆発事故によって一時的に生産量が衰えた際には自動車メーカーや機械類を製造する工場は生産ラインの一時、停止や関西などからの緊急的な鉄鋼調達に追われた。名古屋製鉄所の構内から名古屋臨海鉄道の名古屋南貨物駅へ続く専用線が存在する。 この専用線はコンテナによる製品の発送や製鉄の復元量として使用される石灰石搬入のために使用されている。2010年1月、名古屋製鉄所から水質をなく防止法で定められた基準を大幅に上回る高濃度のアルカリ水が名古屋港に漏出しているのが見つかった。同製鉄所の敷地内には五岸ブロック付近で 埋め立て材としてスラグが使われていたが、これが雨水などと混合してアルカリ化し、岩壁に入っていた亀裂から漏出した模様である。名古屋海上保安部は同年11月1日に同製鉄所で水質検査。2014年1月17日、所内の自家発電所で電気系統が不具合を起こし停電が発生。この停電の影響でコークスロガスを自工程に送るためのガス。 配送関連設備についても停止したため、コークスロガスを無害化するために、コークスロ上で燃焼させ、その際大量に発煙する事故が起きた。さらに3日後、この事故の復旧過程で、別の電気系統も過電流で不具合を起こし、同様に、コークスロガスの燃焼放散を実施したため大量に発煙する事故が起きた。なお、いずれの事故も、死者、負傷者は発生していない。 2014年7月27日、4回目の停電が起き、再度黒煙が噴出。2014年9月3日に、製鉄所内の第一コークスロで黒煙が上がり、一旦収まった後に爆発が発生し、15人が重軽傷を負う事故となった。2014年9月4日、愛知県警が業務上過失障害容疑で実況見分を行った。同日、 愛知労働局や愛知県防災局と環境部、総務省消防庁、東海市消防本部なども合同で立ち入り調査を行った。新日鉄住金では2014年8月上旬に東海市からの再発防止要請を受け、社外有識者を含めた一連の事故についての対策委員会を設置して、10月末をめどに再発防止策をまとめることになっていたが、 原因及び再発防止策の発表は予定より約1ヶ月遅れの2014年11月25日に連れ込んだ。ありがとうございます。